とメイクするか悩む。しなくていいか。やばいかい。アイシャドウとマスカラだけあるけど、しなくていいか。いいかいいか。いやだるま、あ欲しい。ハートギフトいっぱいありがとうございます。あのですね、この、うん、ね、料理は今日はできませんので、あのね、レシピを書こうと思います。さっきツイッターに載せた料理のレシピを書こうと思います。いいね。レシピ、うわ汚っこの黄色、汚っ。私の似顔絵とかも描いとこうかな。なんか失敗失敗。オレンジも汚いし、オレンジはダメってことで。なんか今日絵が上手に描けない。うわ、なんか色がこれ紫だ、ピンクかと思った。レシピ、今日下手だ、今日センスないわ、今日センスない。描き直し描き直し、髪がもったいない。ラストこれで決めます。うん、あダメだ、うん、ショック、ダメだダメダメ、絵が変だ。もう最初の西を、天津飯の熊寿亮、幕張の群馬にありがとうございます。亮さん熊寿ありがとう。顔ハート、天津飯、天津の津は、津飯は、あ、間違えた、もう間違いだらけだよ、間違いだらけ。天津飯は、ご飯、卵ね。え、本当にもうラストチャンス、ラストチャンスで書き直します。もうね、こういうのね、ダメなんだよね、うまくいかなくて。やろうとするとね、全然できないの。やっぱ、意味が残りない。集中しない方が絵は描ける。
だ。うん、天津飯、飯は食べるに反対の飯か。レシピは、レシピ、よし、食べるに、うん、ご飯、うん、卵、卵2つ、好み、カニカマ、カニカマ、好み、ネギ、全部好み、ネギ、しいたけ、好み、あと何入れたっけ、うーん、そんなもんかな。油適量、あとは醤油、醤油、お酢、お酢、水、適当、1対2対2ぐらいかな、1対2対2、適当で、ごま油、適当、水溶き片栗粉、多め、多めに、こんなもんかな。全部細めに、細めに切る。で、鍋に、これ A ってことでしょ、これ A。中華だし、中華だしを入れ加熱。やばい、レシピのセンスない。中華だし加熱、胡椒とか入れて、胡椒、ごま油で味整えて、水溶きでとろみをつける。もう好みで、はい、で
フライパンに油敷いて結構強火で油をならず、そこに溶き卵入れて上に1を乗せる。いい感じに焼いたらご飯の上に乗せて、上に乗せて上から2のパンをかける。ネギ散らして完成。ね、レシピのセンスがないね。ジンもね、めちゃめちゃ。これ絶対初めての人作れないよ。だってさ、何の大切な情報もないもん、ここに。適当とか、1対2対2とかめちゃ適当だし、勘で言ってみた。まあ、よしとしよう。字が下手。ボールペンだったらもうちょっと上手に字書けるけど、ボールペンないんですよね。ボールペン取ってこうかな。ボールペン取ってきていいですか。やめといた方がいいかな。ボールペンね、ある。なんでないんだろう。今日いつも持ってるんだけど。ボールペンなんだろう。ボールペン、見て見て、エプロン持ってきた。あった、ボールペン。あ、お腹減ってきた。夕ご飯ここで食べます。このあと最後の配信は夕ご飯食べながら配信しようっと。じゃあね、誕生日おめでとう。ありがとう。ずっとお誕生日の気分。ありがとうございます。皆さん、ギフトとか星とかカウントとか、全然すごい不規則な配信なので、ありがとう。やばい、お腹減ってきた。やり直そうかな、レシピ。髪が2枚に増えた、切ったことです。月が綺麗だよ、だって。言えない。なんだっけ、天津飯書き直しです。ナルト書こう、ナルト。いや、余計なことしない。書き直しかよ。材料、あー、もうね、ボールペン書きやすい。卵2つ
ご飯好きなだけ。しいたけ、まあ1つかな、1つでもいい、1、2個、カニカマ、適量、これくらいだっけ。あ、ネギね、ネギ、うんと、じゃん、油、ごま油、適量、水溶き片栗粉、あ、中華だし、適量、水溶き片栗粉、大さじ2ずつくらい、アバウト、醤油、水、1:2くらい、ボールペン上手、野菜は細長に切る、水溶き作っとく、鍋に入れて煮立ったら火止める、で水溶き入れてよく混ぜて加熱、良いとろみに調節、味もよし。あ、もう全然違う、あ、中華だしとか胡椒、ごま油も入れるんだった、こんなレシピないよ。たらフライパンに油敷いて強めに加熱、良きタイミングで卵溶いて入れて上にイチを乗せていい感じに焼く、したらご飯に卵乗せてあんかけてネギ散らして完成。こんなレシピ
ピありますか？こんなできたよ、ポイントはね3番鍋に干しを入れて煮立ったら火止める、水溶き入れて混ぜて加熱、良いとろみに調節、過去味も、あ、中華だしとか胡椒も、胡椒、ごま油も入れるんだった。やばくない？素晴らしい、素晴らしいですね。できた。続いてのレシピは、やばい、待って、こんなことしてさ20分ぐらい経っちゃってる、すいませんすいません。次はサラダと、なんだっけ、なんか炒め、炒めるってどうやって書く、炒め、間違えた。ブロッコリーは、ブロッコリーの絵が描けない、ブロッコリーの絵こんなになっちゃった。まあいいか。ブロッコリー、コリー半分、2分の1個、卵1個、ツナ缶1個、マヨ、かき醤油、ブラック、適量と、ブロッコリーを下茹でするに、ゆで卵を作る、はい、一口大に切ったブロッコリーとツナ缶、かっこ油抜いてを混ぜる。で、干しも加えてよく混ぜる。ゆで卵も添えて完成。どうですか、このレシピ。
簡単だよ、めっちゃ美味しいよね。続いてジャン炒め、ジャンジャン、と、ナス1個、ピーマン2個、人参1/4個、豚ひき肉ちょっと、にんにく一かけ、甜麺醤、甜麺醤、豆板醤、オイスターソースを2:1だね。で、酒、醤油、酒醤油。あ、お砂糖も入れてた。みりんか。みりん。ん？2:1ぐらいかな。ぐらい、うん、うん、野菜切っておく、焼き目つける、あ、あーこれに1、にんにくを油で育てる、で焼けたらお皿に移しておく、ひき肉炒めて干しと調味入れて肉味噌作る、そこに野菜を加えて混ぜて完成。よし、できました。大変お待たせいたしました。もうレシピ書きはやめます。もうレシピ書きはやめます。もうね、さっきもね喋ってばっかで画面見てなかった、今もね喋ってばっかで画面見てなかった、あ、作ってばっかで、うん、違う、書いてばっかで、ポイントを適当にお好みで、じゃあこれ載せよ。こうやって書いてる後だよね。肘どんだけさ、こう体重乗せて書いちゃった。お話し会の時とかも結構肘がこう線つきます。もうこうやって体重乗せちゃってんだよね、この角にね。じゃあエプロン着いよ。キッチン以外でエプロン着る人いる？この思い出ビルでエプロン着て配信、あ、間違えた、してる人いないでしょ。あ、いい匂い。久しぶりにこれ着た。
ちょっとバキバキなんですけど、私の iPhone ケースバキバキにしちゃって、だからなんかガラスみたいのでできてる iPhone ケースだったからバキバキになっちゃって、なんか破片とかがね結構ザラザラしてて、あのなんか手がねこう皮むけちゃって、そう、そのガラスにやられちゃうのかって思ってて、だから取ったんですよケース。そしたらね、昔貼ったシールが出てきた。ポン酢と餃子、かわいい、かわいくない？ポン酢もかわいいし餃子もかわいいね。じゃあこれはあの料理のツイートのところにこうなんて言うんですか、自分のツイートにリプすることってなんて言うんですか、なんて言うんだろう、自分のツイートにさ自分でリプすること、名前なんてないか。みんないる？みんないる？会話できてる？私と。お腹減った。皆さんご飯どうするんですか？夜ご飯。駅で立ち食いそば、へえ。食べたことない。食べてみたい。立ち食いそば気になる。れいちゃんも今日も黒豚作って何か作ってる。そうなんだ。最近会わないれいちゃんに。いいな、豚肉。豚肉推し。今何作るか悩み中。ね、何がいいかな。担々麺食べた。いいな。担々麺ね、年々好きになっていく。ハニハモで助け合おうみたいな感じなんですか今イベント。ずっとコメントが来てる、いろんな。そういうマリア料理の資格あったよね。うん、調理師免許持ってます。一応ずっとさリプに対して、自分のツイートに対してリプ送ることに対しての答え言ってくれてる人いる。ありがとう。自己解決っていうのが一番面白かった見てるよコメント。月見バーガー食べた。食べたよ。食べた食べた。なんか去年はさふわとろ月見みたいじゃなかったですか。今年はさなんかすき焼き月見みたいな。ね、なんでエプロン着てんの私作ってるふりでもしとくかな。ちょっと
トン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 、猫の手。あ、引き入りだから、引き入りなんで、ちょっと調理師免許はこう押し切りは絶対しません。引きます、基本。引き切りの練習した、めっちゃキャベツとかで。むずいんだよね、慣れるまで引き切りって。でも引いて切ることによってすごく綺麗に切れたりするんですよね、引き切り。包丁は自分実家に、その学校行ってた時の包丁セットがあって、ペティナイフとでっかい牛刀と、そのお魚さばく時の、あの三角のごついやつと、3本だっけ、あともう一個あった気がするけど、のガチなのがあって、まあでも家じゃあんま使わないな。ごついしさ、あと研ぎ石っていうんですか、もある、2個よく家でね研いでた。学校でその料理して、で学校で居残りして研ぐか、まあ、家帰って練習した後に研ぐかみたいな感じでやってたな。懐かしい。だってもうね、4,5 年前ってこと？学校通ってたの。え？怖っ。 4,5 年前の話をしてる？でも 4,5 年経ってもやっぱその短大時代にお世話になった友達とか先生は今でも仲いいし、お仕事を応援してくれてて、そう、ああそんな経ったんだ。そんな立ってるのに調理師免許持ってますとか言っていいのかな。通ってるの内緒にしてたよな。うん、してた。してた、してた。でも私がその学校行ってるの知って、通学路に待ってる人とかいた。だからね、言うのやめようと思って、あんまり。通ってるうちは、大学、短大行ってることとか。私、全部終わった後にさ、調理師免許取ってましたみたいに言うのかっこよくないですか。だからね、2年言うの我慢してめっちゃ両立頑張ってた。でも本当にめっちゃ食べるの。ちょっとさ、エプロン恥ずかしいから取ろうかな。まあいっか。すっごいいっぱい食べてたなあの頃。だってお腹すいたって言って、その調理室とかに行って先生の顔を覗くと、しょうがねえなとか言ってなんか作ってくれたり、なんか保存していた食べ物とかくれるんですよ。なんかなんていうの、餌みたいにもらってた。こうやって先生いるか窓覗いたら、またお腹空いたんだってなってくれたりとか。今より5キロぐらい太ってたあの頃は。餌付け、ほんと餌付け。
人怪我するの取ろう。なんかさっきさ4人もいてあんなに賑やかに配信してたからさ、ほんと1人寂しい。こんな感じでいいんだっけ配信って。持ってきてるのすごい。だってさ料理企画だから、料理企画なのか。クロン姉さん、クロン姉さんも静かに配信するでしょう、この後一人で。会いたい、明日もすぐ会える。お腹すいた、ね、お腹すいた、本当に。ねえ、1位だって、本当にありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。コック帽を作ろうかなと思ったけど、紙で作れない。この企画ならマリアでしょ。でもさ、あんま関係ないじゃん、料理上手とか料理といつもしてるとか。そうなの。でも嬉しい、本当にみんなが、ありがとう。最後はカップラーメン配信。カップラーメンはやんないけど、なんか食べたいからこの後ちょっとなんか買ってきます。でご飯食べながら配信したいんですけど、この後最後8時まで。小田が料理した奇跡のイベント、あのさ見たんだけど、写真、チャーハンの、チャーハンも美味しそうだったけどさ、その近くにさ猫の手があったよね。もうなんかもう、え、猫ってあんなさ食べ物の近くに来るの？てかテーブルの上も乗るんだ、かわいい。想像しちゃった、いろいろ。猫はさチャーハンを見てたのかな、それともその写真撮ってる小田を見てたのかなとか、なんかいろいろ想像しちゃった。かわいすぎる、あの手も、なんかかわいい、あの手いいな。猫今日も、今日だっけ昨日だっけ、歩いてて、あ、今日の朝だ、今日の朝、あのたまたま七瀬とひだやと横断歩道で会って、歩いてたらなんか前から絶対ペット入っ、犬の話して歩いてたの、どのワンちゃんがかわいいみたいな話して歩いてたら、前からあの絶対ペット入ってるバッグあるじゃないですか、こう窓がついてて、あ、絶対なんかいるよとか言って見たら猫で、お目目くりっくりでこっち見てて、かわいいって、猫もいいよねとか言って話してたの。あのね、七瀬とかひだやというと一日に何回もペットの話してます、ワンちゃん。そうそう、まあ、私は犬派だけど猫も可愛いなとは思うけど犬派だな。言ったっけこの前ドッグラン見たって。なんか仕事の控え室のなんか支度場の前がなんかねすごい賑わってて、いろんな車が止まってきて、なんだろうと思ったら、なんかその建物のところにでっかい犬がいたので、その奥にすごい広い公園みたいのがあって、ちょっと見に行ってみたらめちゃくちゃワンちゃんがいて、もう100匹以上はいた。本当にねすっごい大きい
なんていうんですか、ゴールデンレトリバーみたいなのとか、あのあれもいた、101匹ワンちゃんもいたし、ダックスもいっぱいいたり、あとなんか毛が長いあんま走らなそうなワンちゃんもいたりとか、プードルももちろんいっぱいいたし、めっちゃ可愛かった。なんかでっかいワンちゃんと、ほんとそのワンちゃんの10分の1ぐらいの超ちっちゃいワンちゃんが一緒にいたりとか、すっごい可愛かった。なんかさ、ワンワンみたいなすごい低いでかい鳴き声もいれば、ワン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 みたいなちっちゃいワンちゃんの鳴き声も聞こえて、そう、ダックス可愛かった。うん、こんな短い足で全然走ってなかった。あのでもほんといっぱいいた、もう超可愛かったですよ。だってあんな犬が走れないぐらい、本当になんか危ない、走ったら危ないくらいワンちゃん密集してたもん。密密だった。超可愛かったです。なんか犬と犬が触れ合ってるの超可愛い。あのね、本当なんかドッグランに連れて行くのもいいけど、見に行きたいと思った。確かにまさに101匹キャットランないよね。ドッグしか、犬って走りたいんだ。もう7時になるじゃん。やばい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 。ご飯買ってきてすぐ配信始めます。あ、あゆねちゃん配信してる。どこ映してるのこの子は。あ、そういうことか、そういうことね。かわいい。さっきまでここにいたのに、あやねちゃん。帰らないおじさん楽しみすぎ。嬉しい、楽しみだよね。あと2、3、4、5、6、あと5日。早っ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 。なんかもうイベントあるのに料理してない、やばいかな。最後の配信で仕方ないよね。仕方ない。落語のチケット買いました、ありがとうございます。来月だ、来月、やば、来月じゃん。もっとさ、日頃から料理したら乗せてこうって思った。なんかまあ乗せらんないような料理もあるけど、ある程度乗せられるなら日頃から料理したら乗せてこうって思った。この期間で、出ても3日間だけど。落語するの？そう、落語の、落語するんです、来月。ぜひ予定あったら見てください。頑張ります。じゃあ一旦終わりにしてまた帰ってきます。ドラマ見ながら配信しないの？それはしないかな。だってちゃんと見てほしいもん、皆さんには。例えばその始まる直前まで
配信して、はいじゃあ今から見てきてくださいとかはいいけど、その放送中の時間にはやりたくないな。なんか気が散るだろうし、ちゃんと見てほしい。いいドラマなので。TVer は TVer でも見てほしい。 BS 見れる人はそのリアルタイムでも見てほしいし、 TVer は全員見てほしい。結構ね TVer とかのね数字っていうのはね出てきますからね、いろんなところにね。 TVer のランキングとかに載っちゃったりして。では一旦終わります。すぐに戻ってきます。ランキング見ます。ジューシー、ひろのり群マニア、最後の配信も頑張ってありがとうございます。13位、ジャン群マニア、ありがとうございます。12位、しーちゃん、ありがとうございます。11位、やっち、ありがとうございます。8位、チャー群マニア、ありがとうございます。9位、ケンケン、ありがとうございます。8位、おやちゃん、ありがとうございます。7位、タッチゴール群マニア、ありがとうございます。6位、赤鼻のソルティ、ありがとうございます。5位、よし群マニア、ありがとうございます。4位、とち太郎、ありがとうございます。3位、水まりしびこ群マニア、仕事から帰ってきたおじさん、お疲れ、お帰りなさい、ありがとうございます。2位、パセシフタ、わかんない、パセシフター、ありがとうございます。そして1位、りょう幕張の群マニア、ラスト頑張りましょう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう皆さん、本当にありがとうございます。本当料理できなくてごめんなさいって感じなんですけど、今から夕飯を食べようと思います。なのでちょっとしたら戻ってきます。バイバイ、ありがとう、またね。フェーズシフターだって、フェーズシフターさん、読み方教えてくれてありがとうございます。じゃあまた後で、何食べようかな、行ってきます、バイバイ。